どうもオレンジです。今回なんですけど、第五人格の新章の映像がね、ざっと公開されましたので、こちら確認していきたいと思います。で、気になる衣装がね、あったら、まあちょっとね、スコープとか、かけらとかね、どれに使おうかなっていうのをね、照らし合わせてみてください。はい。ってことでね、今新しく出てるやつだと、これかな、医師のね、速球シリーズの医師の SSR 衣装が、このように登場しましたと。で、ちょっとこれ見ていきますか。はい。いやー、これ新しいやつ嬉しいっすね、普通に。おー、かわいい。SSR ね。これなんですけど、1月31日に、1388エコーで、初週のみ988エコーと、なっております。まあ速球シリーズね、ちょっとね高いんですけど、EC 好きな人はまあ確実にゲットできるって感じで。確かあれだよね、速球シリーズは荘園にね、その人が来なかったらこういう風な感じになってたよっていう衣装ですね。なるほどね。エミリーこんな感じで、じゃあまあ闇医者なんか言われてますけど、こうやってまあ医師としてね、仕事を全うしたのかな。なるほどなるほど。いや、もう真っ白だね。もう黒い部分ないな。かわいい。やっぱね、速球シリーズはね、やっぱ衣装がね、すごくテカテカでね、高級感あるのがいいんだよね、何より。なるほど。結構もう本当石って感じだよね。ハサミとかね、メスみたいなのあるけど。はい、こんな感じで、これが医師の新衣装になりますと。まあ、もう一回言いますとね、1月31日に、1388エコーで、初週のみ988エコーなんで、欲しい人はね、お金の方ね、調整ね、まあ、いろんなゲームやってる人とかはね、どれに課金するかなんかね、考えておくといいかもしれないですね。これがまあ、最新衣装でして、で、あとまあ、直近で言うと、あれだよね。確か、1月27日に出る、この冒険家のね、UR 衣装と冒険家の SSR 衣装。で、これはね、まあ、課金のガチャみたいな感じになると思うんですけど、まあ、なんかこう、サイコロみたいな感じで振って、それが出たらゲットみたいな。はい。で、これが、ね、1月27日なんで、ちょっとこれも見ていきますか。よいしょ。はい。さあ、さあさあさあ。おもちゃっぽいね。カートくん推しちょっとたまんないですね。なんかこういう物語あったよね。おもちゃの国のなんちゃらみたいな。いや、ダントツでイケメン衣装じゃないかな、冒険家の中で。ねえ、こんな若い感じっていうか。こちらの衣装が1月27日の、まあ課金の。課金で多分ね、これ常設だと思うんですけど、来年の旧正月までですね。はい。これ、来年の旧正月までの衣装になりますので。声と衣装がなんかね、違和感あるな。あ、でもどうだろうね。冒険家ってやっぱバレないのが基本だからね。あ、でも結構わかんないな。苔村いいかも。青いから、ちょっと見えづらいね。いいですね。まあ、こちらの衣装が、1月27日の来年の旧正月までになりますので、はい。欲しい人はまあ要チェックですね。で、超高所のね、LR 衣装と一緒に出るんですけど、これまあ前回ね、見せたやつですね。はい。まあ一応ね、こんな感じのね、LR 衣装、超高所。いや、まあ。いや、いいね。これもね、これは常設衣装として出ますので、まあそうですね。まあ冒険家は一応、あれなのかな、期間限定ってことなのかな。多分一回出たら多分もう当分出ないので、まあ冒険家欲しい人はね、絶対ゲットしといた方がいいですね。これはなんかポイントが貯まったらゲットって感じなんでね。はい、なるほどね。まあ、やる冒険家欲しい人はなるべく来年までに、まあでも来年までさ待てるっていうのすごくいいですね。はい。いやー、そっか。まあね、まあこの超高所 LR 衣装が欲しい人はね、多分冒険家の衣装もねついてくると思うので、さっきのやつ、これもちょっと楽しみですね。さあ、で、さっきの衣装が1月27日と。で、次はですね、次。
あ、そう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 、この空軍ちゃんのこのシリーズ、これ分かりますか？空軍ちゃんのこれ、これがあの象画シリーズだっけな、はい、象牙かな象牙かな ちょっと漢字があれなんですけど、この60エコーで買える衣装のやつですね。はい、こちらがこんな感じの、これがこれも1月27日かな。うん、いや、いいね。このシリーズも俺好きだな。かわいいよね。このなんか高校生のなんか制服みたいなさ。かわいいシリーズですね。で、空軍ちゃんね、ちょっとこういう、なんて言うんだろうね、ミニスカっぽい衣装とかあったっけ？かわいい。これでもなかなかね、空軍ちゃんってもうちょっと大人っぽい衣装多い気がするんで、なんかギャップがすごいね。うん。これを60エコーとして、出るのでね、エコー限定ですね、今回に、これに関しては、これに関してはちょっとエコー限定になってしまうので、はい、もうハスターもね、こんな感じなんだね。うん、そう、まあ60ってことは120円かな、120円課金できる人はさっきの衣装買えるよっていう衣装ですね。で、一応限定って書いてないからね、このシリーズは。うん、限定って書いてないんだけど、多分期間限定、期間限定みたいな感じなんで。はい。再販とかはまだ、あれ、聞かないよね。多分、象牙シリーズだと。墓守あったっけ？なんで、今欲しいって人に関しては、ゲットした方がいいかなっていう、感じですかね。さあ、次が、これだね。もう、ラストの演劇シリーズ。ルカ・バルサーの囚人のね、演劇衣装ですね。さあ、これがもうね、好きな人も好きだと思いますよ、これ。囚人のね、SSR 衣装で、これも1月27日の、初週のみが1038エコーで、普段は1388エコーになります。かけらが4888かけらなんで、ちょっと、どの衣装欲しいか悩むよね ここまで。あ、これなんか映画のやつだよね。でも隠密にいいんじゃないかな、これ結構。え、剣なんだ。あ、すごい。え、ちょっと待って。これ剣になってんだね。あれ。これが、これいじるやつ、剣になってる。へえ。これいいね。強制的に変わるんだね、こんな感じに。SSR 衣装ってことでね。いやー、いいな。かわいい。はい、こちらがね、ラストの演劇衣装になります。これがね、1月27日の、無課金勢の人にとっては、4888かけらあれば買えますので、はい。これはね、これに関しては、常設衣装なんで、演劇はね。ぶっちゃけ、他の興味ないって人に関しては買ってもいいと思うんですけど、今言った中でね、ちょっと後先のことを考えて、こっちの方がレアかなって思う人にとってはね、今すぐ買わなくてもいいのかなとか思いますよね。こんだけちょっと出ちゃうとね、衣装が、ザーッとね、それと、これですね。炭鉱者の、衣装ですね。炭鉱が、これだ。よし。OKOKOK。これ。炭鉱のこの衣装が、1月31日に出ます。1月31日の500スコープで出る SSR 衣装ですね。この日から確か花火が見れるんだっけ？いや、炭鉱者ね、前回も出たけど、演劇。これはこっちもこっちでいいな、めっちゃ。いやー、ノートンくんね、ちょっとね、最近ね、ハンター説とかいろいろ出てるね、ノートンくん。こんな感じ。あれは花火か、花火モードかな。でも結構ね、草むらに隠れられそうな衣装だね。いや、ノートンくんの衣装、普通にいいな。マジで。ちょっと演劇衣装を使ってたから、演劇の衣装ね、ちょっと使いたい感あったけど。そっか、スコープもね、
まあ、スコープに関してはちょっとあの貯めたりねしなきゃいけないと思うのでね、そうかけらとかはねいきなり貯めれるとかできるんだけど、スコープに関しては本当貯めづらい、アイテムなんで、まあ今からね、まあ期間短いですけど1月31日までねちょっとあのなるべくね欲しい人は、スコープ取っておいてください。はい、こんな感じで、あのねノートンくんね、いやーいいですね。でこれでラストがちょっと待ってね、このあたたたた、これラストが、アントニオの SSR 衣装ですね。これも訴求シリーズで、アントニオもまあバイオリニストっていうことでね、こんな感じの姿になってたってことかな。うん、荘園に来なかったら。なるほど。でアントニオはね1月27日なんで、はい、こっちはこれに関しても同じね1388エコーの初週が988エコーです。でこのエコー限定だね。うん、ちょっとなんか悪魔っぽい感じね。うん、お面があって、ちょっとこのねくるっと角のがねちょっと悪魔っぽい感じのね、なんかヤギっぽいねやつだよね。へえ、おお、いいねいいね、妹と会うな。めっちゃかっこいい、超イケメンじゃんアントニオ。まあさ、結構まあ UR までないけど、なんか UR 味あるよねこれ。めっちゃ豪華じゃない。うん、おお、かっこいい。お、音符こんな感じで、いやーこれいいね。一応これもね、まあ無課金っていうかね、あ、これはそうだ、ごめん、エコー限定だ。なんで、そうだね。やっぱエコー限定だと、結構クオリティ高いのかな、強制的に。うん。以上が、まあね、訴求シリーズのアントニオの衣装でした。で、ラストは残すはね、祭祀の復刻しないね、UR 衣装になるんですけど、まあそっちの方はね、まだ公開されてないので、これがね、2月1日に祭祀の UR 衣装は出ます。はい。さあ、こんな感じで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあね、今言った中で、ちょっとね、欲しいやつがありましたら、期間をちょっと気をつけながら、今持ってるね、無課金のアイテムをね、調整してみてください。またこんな感じで第5動画ね、最新情報出していますので、僕のチャンネルでは、気になる方はぜひチャンネル登録やいいねボタンポチッと押してもらえると嬉しいです。で、Twitter の方でね、スカイやってるんでね、最近あの夜にスカイフレンド募集やっていますので、まあそっちの方でもね、僕と遊びたいなとかね、遊んでくれる人はぜひね、そっちにも遊びに来てください。 Twitter、 それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れんじ。